思っていたより脆い娘だな。今回も失敗か。はっ、つまらんことだ。おやおや、また会ってしまったか。お互い最も会いたくない相手だというのにね。ま、今日のところは早々に退散させてもらうよ。では失礼。別に大したことではないよ。事務所の現状の方針を伝えただけだ。もし今回のアイドルアルティメイトに負けたら、プロジェクトフェアリーを外れてもらうとね。響きにはアイドルを引退してもらい、黒いプロをクビにするということだ。おやおや、いくらなんでも部外者である君にそこまで口出しされる筋合いはないよ。次回、そこまで彼女に手間暇かけてやる余裕も金も私は持ち合わせていないのでね。以前も言ったかもしれないが、黒いプロは王者を育てるための場所だ。いつか王者になれるかもしれないものはいらない。必要なのは今王者になれるものだ。そう、それが私のやり方だ。私はトップアイドル、つまりアイドル界の王者を育てるためにこの世界に身を置いているのでね。少し興が乗って話しすぎたのか。ま、アイドルアルティメイト終了前に響に真実を告げたのは私なりのエールであり優しさなのだがね、君には理解できない。では失礼するよ。お待たせしました、プロデューサーさん。あれ、どうかしましたか？プロデューサーさん、顔が怖いですよ。何かあったんですか？褒めてくれるかな。楽しみですね。プロデューサーさん、私たち出会ってから今日までたくさん約束をしましたけど、初めてした約束のこと覚えてますか？プロデューサーさん、どんなに厳しくても私負けません。大好きな歌で頂点に立ちたいから、必ずアイドルアルティメイトで優勝してトップアイドルになります。一緒に頑張りましょう、プロデューサーさん。約束ですよ、約束。はい、頑張ります。今日、アイドルアルティメイトの舞台に立てて、私、本当に嬉しいです。プロデューサーさんと私が、ずっと、夢見て二人で勝ち取ったステージだから。あ、先にお礼を言われちゃいました。感謝しなきゃいけないのは私の方なのに。今日ここまで私をプロデュースしてくれてありがとうございました。私のこと一生懸命育ててくれたご恩は一生忘れませんから。
一度ちゃんとお礼言いたいなって思ってたんですよ。はい、私自身はここまで来られただけで十分満足ですけど、でも私勝ちたいです。勝って響ちゃんや黒井社長にナムコプロのことちゃんと分かってほしいし、何よりプロデューサーさんにアイドルアルティメイト優勝をプレゼントしたいから。今まで生きてきてこんなに何かに勝ちたいって思ったことなかったかもしれないです。社長はまた一緒じゃないの？響ちゃん、一度ちゃんと行った方が。用がないなら行くぞ。うん、ありがとう。響ちゃん、黒井社長と喧嘩したのかな。この前からちょっと元気ないみたいですね。わかりました。じゃあそろそろ着替えて準備してきちゃいますね。さんの期待に応えたいです。私、それじゃあ行ってきます。プロデューサーさん。